おはようございます。5月25日になりました。5時30分ですね。まあ会社によっては今日お給料日なんではないかなと思います。もっともお財布の中がちょっとね寂しい日だと思うんですけども、まあ FX をね用いてやれば副業として収入を2万3万月間で増やすことはそんなに難しくありません。難しいのは何かっていうと FX を本気でやろうっていうふうにね腰を据えることなんですよ。まあ今日もね FX の相場解説をお届けしてますけども、この放送を通じてよしやってみようっていう方があられたらいいなと思っております。それではね画面を切り替えてデイリーから見ていきましょう。はい、デイリーでございます。デイリーの方はねこれ全体的に見ると右肩上がりのチャートになってます。ちょうど暗号通貨もね右肩上がりでずっとやってましたよね。でも今は暴落してちょっと下がってる時ですよね。まあ線を引くと大体こういう風になるんですけども、ヘッドスルダーも完全に忘れましたよ。で、要点はここら辺に集まってるよなってことなんですよ。ですので今がレンジに入ってる最中ですよね。昨日もお話したと思います。で4時間でもうちょっと細かく見てみます。はい、こちらが高値圏ですよね。でこちらに安値圏があると、まあ、こういう風に捉えてもいいですかね。じゃあ安値圏に入ったら何をするんですか。ここここここそうですね、倍なんですよ。倍でエントリーすれば、まあ、大体利益を伸ばしていけるということになります。じゃあ高値圏に入ったら、そうですよね、セルの方ですよね。ですので今後なんですけども、今チャートバーがこの辺りにあります。真ん中、ちょうど真ん中ぐらいとは言いませんけども、大体真ん中辺ですよね。だこれがこのまま上昇を続けていくようでしたら、ここに当たる瞬間にセルをかければいいということになります。そうではなくて下がっていくようでしたら、ここに当たった瞬間に倍をかければいいということになります。勝率が高いということですよね。で1時間の方を見ていきますと、もっと分かりやすいですね。ここと、まあここじゃないの、こういうふうに囲ってですね、今ちょうど真ん中です。だから真ん中はね一番エントリーしにくいんで、ここではエントリーしないです。少なくともこのローソク足がこのバーに達したらですねセルでいく、このバーに達したらバイでいく、これを前提にちょっとねエリアを広げて、この間に入ったらってことにしてもいいですよね。この間に入ったらって形でね、そうするとエントリーポイントは見やすくなるんじゃないですかね。まあ今日はそういったタイミング探していきましょう。で高値圏に行けば下落が始まるし、安値圏に行けば上昇が始まる、これがチャートの大筋です。まずここを捉えて、それから細かい戦術が入ってきます。今日はそんなことですね。ですので上と下のゾーンをよく覚えておいて、そこを確認して、そこに達したら逆方向に張っていくって形にしましょう、ね、必ずロスカットラインをつけてくださいよ。ということで今日は基本的なことをお送りしました。ではまた明日。